久保さん、お金は進化するけど、人は進化しないですね。進化しづらいですね。うん、一番進化しないといけないのは、本当は自分の脳みそ、自分なんですけどね。まあでも、ほとんど人は進化せず、昔の概念、昔の常識、昔の、まま、ですよね。まあ、この億万乗者シリーズずっと続いてて、まあ見ている人、いてると思いますけど、久保さんの動画に影響されてるのに、 YouTube をいっぱい見てるのに、自分は YouTube やらないっていうね <laughs>。まあ、昔まではね、テレビを見てるテレビっ子。まあ、じゃあタイトルテレビっ子世代にしましょうか。テレビっ子、僕テレビっ子だったんですけど、まあテレビはさすがにね、見るだけだったじゃないですか。できないですよね、テレビ局。できますかフジテレビ買収できますかフジテレビ買収できないですね、多分ね <laughs>。でも、YouTube はできるんですよ、今日から。どうでしょうか 昔はテレビを見るだけだったけど、今はあ、YouTube を見るだけではなく、YouTube をやる側に今日からなれる。だけど、みんなやらない。うん、今、PayPay を使える時代なのに PayPay を使わない。うん、そう。ま、あんだけね、YouTube も露骨にね、出てるのに関わらず、昔はね、うさんくさいみたいなね、YouTuber か、みたいなね、YouTuber の価値は、 あの低かったけど今 YouTuber の価値ってどうでしょうかすごく高くなってるんじゃないですかね YouTuber の価値っていうのが世間に認められてどうでしょうかいってらっしゃい